ハリホジッチ監督時代にその日本代表であのデュエルとかっていうのが特にフィーチャーされるようになったと思うんですけど、結構その辺じゃ細貝選手ってあの日本人選手の先駆者的なそういう意味では存在だったのかなっていうふうに感じていて、で、あと当時あの細貝選手のインタビューを見たら、そのツバイカンプフっていう、はい、今よく聞くようになった言葉だと思うんですけど、当時からそういうことを語っていて、なぜあそこまで戦えたのかっていうふうなのをどういうふうに捉えてますか。なんですかね、まあ、やっぱりドイツに入ったことで、ドイツでプレーしたことで、まあ、もちろん練習も当然激しいですし、当然試合も激しいんですけど、まあ、シンプルに日本人の、例えば65キロ、70キロ同士が体ぶつかるのと、80キロ同士が体ぶつかるのって迫力違うわけで、まあ、単純にまずそこがあるのかなっていうのも思いますけど、まあ、球際に関してはやっぱりかなり、やっぱ言われることではあったので、ドイツに行って、まあ、改めてはこんなにやっぱり、まあ、言って周りが言っていたものの、まあ、実際行ってみてやっぱこんなに違うんだなってやっぱ思いましたし、でも当時はどっちかというと僕の前だと、まあ、香川真司とか、まあ、長谷部さんボランチとか右サイドハーフとかやってましたけど、まあ、僕らの後だったら、まあ、清武とか乾とか大迫とか、どっちかというと前の選手、まあ、原口元気もそうだし、浅野拓磨もそうだし、今で言ったら、まあ、三笘くんとか伊東純也とか堂安くんとか、やっぱ前目の選手が多いんですよ、基本的に日本で。やっぱそこに、まあ、僕当時は、まあ、どっちかと守備的ボランチとして行ったので、まあ、やりがいっていうのはやっぱすごくありましたね。やっぱり周りにそんなにいなかったので、まあ、もちろん稲本さんとかボランチの選手も当然ヨーロッパで、いたりしましたけど、やっぱ当時はそんな多くなかったので、まあ、そのボランチとしてやっぱこうどちらかというとツバイカンプって、その、まあ、球際とか対人とかっていうんですけど、対人神事とかって対人をもう避けれるぐらい能力があって活躍してたと思うんですよ。もちろん対人も強いからもちろんなんですけど、僕らどっちかというと守備的なんで、対人を仕掛けていかなきゃいけない側なんで、まあ、そこはやっぱすごくこう自分でも意識はして、なんかこうプレーしてましたね。じゃあちょっとここからあの日本代表のお話も伺えればと思います。カタールワールドカップで、吉田麻也選手だったり長友佑都選手だったり、そういう同世代の選手たちがプレーされてるっていうのを見て、なんかそこへの思いっていうのいかがですか。いや、もうシンプルに素晴らしいなと思ってましたし、まあ、佑都はそれこそ同い年ですし、まあ麻也はちょっと下なんですけど、まあ、当然ね、麻也とも連絡も定期的に取りますし、まあ、エイジさんは、まあ、僕より上なわけなんで、上なんですけど、やっぱり、まあ、それに対して僕は入りたいっていうのは、まあ、僕はその、ね、数年入ってないわけなんで、もう状況もまあ現実的なところをちゃんと 見てると、まあ、じゃあそういうステップではないっていうのは、まあ、心のどっかにある中で、まあ、でも同世代の選手たちが、あれだけこう、今も長い間ですね、だから僕がいた時は2010年、まあ、その前ですね、ユートなんてその前だと思うんですけど、その前からずっとこう日本代表選手として、日本のトップの選手としてやり続けてるっていうのは本当に素晴らしいなと、もう素直に思いました、ね、あのピッチ外ではの本田圭佑選手の話題になったりとかしましたけど、はい、なんか本田選手ってどんな人なんですか。いや、まあ、こそ圭佑は僕同い年なんで、まあ、たまに連絡も取りますし、まあ、解説で、まあ、それこそ牧野もまあもちろん代表で一緒だったので連絡も取るんですけど、まあ、牧野と一緒にやって盛り上がったっていう話してましたけど、いや、もちろん彼は彼で、まあ、最近はちょっとね、こう、メディアに柔らかくなりましたけど、やっぱり、なんていうんですかね、まあ、本田圭佑を演じなきゃいけないっていう彼も当然いるんですよ。なんで、当時の数年前の圭佑と多分今の圭佑とはまたちょっとジャンルも違うし、当時はやっぱふざけるようなことは表に対して全くしなかったけど、今は面白いおかしいこととかもね、平気で発信とかもすると思うし、まあ彼は、まあ、僕は草津来て、まあ、草津というかザスパ草津群馬に来て、多分彼はね、ザスパ草津群馬は草津で活動してると思ってるんですよ。まあ多分世間の方はそうだと思うんですけど、僕ら拠点前橋で、で、まあ、決まった時に、まあ、彼はチーム決めてなかったので、まあ、今も決まって、ね、チームは決まってないですけど、決まってないというか、まあ、所属してないですけど、まあ、草津温泉行くから、全部案内してねっていう連絡が来ましたね。でも、まあ、俺ら草津にいないで、前橋にいるからって話はしたんですけど、
まあでも彼も、まあ、ちょっと他の選手じゃない、まあ、今は選手じゃないと思うんで、ジャンル違いますけど、カンボジア代表だとか、まあ、いろんなこうビジネスをやっていたりだとか、もう僕からするともう刺激になることしかないですね。彼らと同世代だったつまし、彼らと一緒のチームでやったっていうのも僕にとってはすごく、価値のあるものだったし、まあ、これからもね、今も彼らのニュースなんて、生活してれば勝手に彼らのニュースってのは目に入ってくるので、まあ、すごく刺激になりますね。で、彼らと2011年のアジアカップ優勝されてっていうので、細貝選手も PK のこぼれ球、それこそ本田選手の、蹴ったボールを決めたっていうのがありましたけど、はいはい、なんか PK のあれを決められた要因っていうのは、なんか今伺ってもいいですか？いや、まあ、あれは、まあ、前から裏の頃から、PK のこぼれ球っていうのは狙うようにしてて、で、ああいうふうに助走をつけて狙うっていうのはしてたんで、でもあんなの、なんつうの、僕も何度も、こぼれ詰めてたんですけど、今までもそうだし、当然あんなのこぼれてこないですよ、基本は。でも、あの試合で、あの場面でこぼれてきたっていうのに関しては、もうすごく価値があったし、あれはもう本当にこう、継続してたのが形になったものだったので、あんなの、PK で蹴るケースケはどっちに蹴るか知らないんで、僕、当然。聞かないじゃないですか、当たり前ですけど。なんで、しかもキーパーが飛んで逆にこぼれたらもう、そもそも間に合わないし、もうあれはもう、まあ、まあ運でしかないですけど、でもその運を継続してたから掴んだってことに関しては、まあ、本当になんか良かったなって、素直にあのシーンに関してはやってきて良かったなっていうふうに、まあ、もう本気で思ってはいますね。で、日本代表だとそれこそ長谷部誠選手だったり、遠藤康人選手だったりとポジション争い、本当に日本サッカー史に残るような2人とポジション争いしてきたと思うんですけど、なんかすぐそばで2人を見ていて感じたことだったりっていうのはいかがですか？いや、もう長谷部さんとやっとさん の2人のバランスってのもすごく良かったし、まあ、当然日本代表の活動なんで、そのいや1年間ずっと一緒にいるってことないので、その1ヶ月に1回集まってね、もちろんワールドカップ予選行くとか、合宿で、でまた各自チームに戻ってっていう感じだったんですけど、まあシンプルに長谷部さんとやっとさんのご覧のバランスの良さっていうのは、やっぱりなんかこう隙がなかったなというか、やっぱりあの2人と自分の差はやっぱりあったから自分まで試合に出れなかったんだなって思う、まあ、素直に思ってますし、やっぱそこにこう入っていく力がなかったっていうのは、まあ、もう本気で思いましたね。まあ、でもそれに関しては、その監督がどうこうってもちろん少なからずね、サッカーなんてあるんですけど、でももうシンプルに僕自身の能力が足りなかったと思ってますし、でも彼らと一緒にいることで、一緒にサッカーさせてもらうことで、まあ本当にこう、まあ、彼らと一緒にいたから彼らのようなプレーができるかって言ったらまた別なんですけど、やっぱり彼らからこう学んだものっていうのは、まあ、サッカーもそうですけど、まあ、普段のね、こう、やっとさんのあのマイペースな感じだったり、パセルさんのなんていうんですか、まあ、世間で言う整ってるような感じだったり、ああいうのも僕自身はいろんなことを学ぶことが、サッカー以外でも学ぶことがこう多かったなっていうふうには思いましたね。長谷部選手は本当浦和からドイツへ行かれて、で、まあ、トップ下からボランチで今最終ラインとかっていう風な形で、はい、今も本当フランクフルトで活躍されてる、なんか他の選手と何が違うって感じますか？はい、いや、まあシンプルにその場に順応できる能力が素晴らしいんじゃないかなと思いますし、まあ、プレーもそうだし、オフザピッチも含めて、で、僕長谷部さんは浦和でも一緒にやってるんで、浦和での長谷部さんも知ってて、で、代表での長谷部さんも知ってて、で、当然ドイツで僕いたんで、同じタイミングでいたんで、ドイツでの長谷部さんもある程度近くで見てたり、で、ドイツで、じゃあフランクフルトでセンターバックやってる、で、日本人選手で、で、長谷部さんってやっぱりディフェンス体型ではないけど、そんな大きくないんで、まあ、僕よりはまあ身長もちょっとあるし、ですけど、その、僕もドイツにいたんで、僕も数試合センターバックとかやったことあるんですけど、ベルリンとかでも。
でもそういうのポジションでコンスタントにしかも年齢を重ねてもできてるっていう長谷部さんの凄さっていうのは僕は多分結構わかる方なんですよ。もともとボランチでやってて、で浦和の長谷部さんのプレースタイルも知ってて、で代表でも一緒にやっててっていう状況、まあ、さっき言ったのと一緒なんですけど、まあ、そういう状況なんで、まあ、だからこそなおさら長谷部さんって本当すごいなっていうシンプルに思います、ね。